こんにちは。浦和レッズから移籍してきました背番号7番馬渡和明です。今皆さんが歌ってくれた応援すごく心震えました。昨年は勝ちきれない試合が多いっていうことを聞きましたが、今年はぜひスタジアムで心震える応援で、選手たちを後押しして、残りの一歩が出ないとか、苦しい時間帯に応援に助けられたりとか、そういうもので選手たちは頑張れるので、昨年平均、8000人と聞きましたが1万人もっと集まって僕たち選手と共に戦って J2 昇格勝ち取りましょう。よろしくお願いします。これ新体座標会ですね、挨拶した時に感極まってちょっと涙してんちゃうかみたいなことがざわざわざわとあったんですけど、その真相を絶対聞けという感じで言われてるんですが、その真相教えてくださいます。まあ泣いてはないですけど、泣きそうなぐらい心は震えました、あの応援で。いろんなクラブを経験してきて、まあ、多くサポーター見てきたと思いますけど、やっぱり雰囲気違いましたか、松本サポーター。そうですね、本当去年浦和レッズだったので、どうしても松本 の, ファンサポーターの皆様は僕なんていうんですかね、浦和とちょっと比べてるんじゃないかとか、そういうのもちょっと考えたりもすると思うんですけど、松本は松本ですごく温かくて、これだけ の, 今回の収録のラジオの収録にこれだけの人たちが来てくれて、でスタジアムもすごい声援の中でできるので、はい、僕はこのサポーターの皆さんと多く喜び合いたいと思いますし、必ず優勝昇格というところでもっとここが埋まるぐらい年末1年経った時に喜び合いたいなと思います。はじめまして、横浜 FC から移籍してきました高井和真です。僕も今皆さんの素晴らしい応援で、まあ、すごい鳥肌が立ちましたし、ここにいる皆さんで、今年優勝できるように僕もこのチームに、全力でやらせてもらうので1年間よろしくお願いします。皆さんはじめまして、今シーズンから奈良クラブから加入しました浅川隼人です。本当に心が震えました。昨シーズンの最終戦で、僕自身がグラウンドを一周した際にサポーターの皆さんが、まあ、全ての皆さんがですね、この手を振って僕にこう声援というか送っていただいて、そういった衝撃的な光景を目にして、ここは山川に行きたいというふうに思いました。そういった中で今シーズン、まずはチームの CSP 優勝というところ、そして個人的にも得点を、目指して頑張りたいなというふうに思っています。そういった中で、満員のある意味も目指していきたいなというふうに思うので、そのためには、まあ、ピッチの選手たちももちろんそうですけど、ファンサポーターの皆さんの力が必要です。なので、僕自身、ピッチ内外でそういった満員のアルビー目指して戦っていきたいなというふうに思うので、ぜひ1年間熱い応援よろしくお願いします。改めて松本のファンサポーター新体制を含めてどういうふうに感じましたか？なかなか新体制でああいうサポーターの皆さんがパッて入って応援歌を歌ってもらうことってなかなかないと思うし、なんかちょっとすごくこう胸にくるものはあったので、もっとその声援を大きくしたいなと思いました。松本にこう新しくやってこられたということで、外からこう見ていた松本山が、それから実際に入ってみた松本山が、お二人はこうイメージの違い、それからやっぱりここはイメージ通りだななんていう部分もあられますか？安藤選手どうでしょう？やっぱりまずはこうやってファンサポーターの皆様が熱いっていうのは、うん、まあ、こうやって先日の新体制発表もそうですし、今日のこういうイベントもそうですけど、これだけたくさんの方がやっぱり松本山がっていうクラブを支えてくれてるんだなっていうのは、本当に
来て感じましたし、まあ、元からそういうイメージはあったんですけど、いざここに来てみてそれは強く、はい、感じることができました。サポーターどうですか？でも本当同じになっちゃうんですけど、やっぱりサポーターの厚さだったり、あの新体制発表の時の、応援歌とか、まあ、本当に心に来るものがあったんで、そこは松本山が応援すごいっていうのは分かってましたけど、やっぱすごいなっていうふうに思いました。本当ですね、このサポーターの皆さんの本当に今の魅力の一つだというところで、FM 長野の田中と申します。せっかくですので新入団選手8名に今日のサポーターを見た感想、そして俺のこういうプレーを見てくれというアピールをぜひサポーターに一言お願いします。一生は感動しました。いやもう最高です。まあプレーは本当に毎試合気持ち込めて戦って感動させるようなプレーをしたいと思います。感想は感動しました。いや本当に鳥肌が先たんでめっちゃ変わってて本当に感動してます。プレーの面に関しては、まあ、自分は上手いプレイヤーじゃないんで気持ちを込めて、まあ、1点でも多くチームのために勝負のために点を取りに行きましょうと思います。スポーツ日本新聞の後です、松田選手にお伺いします。これまでの質問の間で、松本山が惚れたポイントを挙げていただければ。チームメイト、監督、スタッフ、会社の人たち、そしてファン、サポーターの人たちの人柄が最高です。本当に来てよかったなって感じてます。ダメですか？嬉しい言葉をいただきましたところで、このあたりで質疑応答終了とさせていただきたいと思います。皆様どうもありがとうございました。